南酒造が製造する麦焼酎がスペインで開催されたシンベ国際酒類コンクールで金賞と銀賞を受賞しました。7代目南ルミ社長に喜びの声を聞きました。今回スペインでやったコンクールなんですけど、ワインとかオリーブオイルとかで、長くやってたコンクールで、今回日本酒と焼酎が初めてのコンクールだったので、第1回ということもあって面白いコンクールだなと思って参加しました。その時もいきなりこう嬉しいっていうよりもなんかじわじわとそうですね、あと周りの人にすごいねって言っていただけることでやっと実感が湧いてくるというか。大分県国東市秋町の穏やかな自然と人々によって育まれた南酒造の歴史を振り返ります。明治元年創業ということにしてるんですけど、150年以上は続いている会社です。最初は清酒の方を作っていたんですけれども、戦後に米が手に入りにくいこともあったりですとか、ちょっとお酒を作るのが難しいということで、最初は米焼酎だったですね。米焼酎からこの麦焼酎、日本酒しか飲まれてない時代でしたので、焼酎はちょっと飲みづらいというか、あまり敬遠されるところがあって全く売れなかったんですね。でそういった時にやっぱり喜んでもらえる商品じゃないと意味がないということで、より飲みやすい焼酎を作るにはどうしたらいいかということで、先代がですね、蒸留機から手作りで作って、で研究して今の味ができてます。戦後の苦悩が続く時代、手頃な値段でうまい焼酎を届けたいとの思いから、4代目南信夫は手作りの蒸留機を開発しました。この蒸留機がなくては南酒造のまろやかですっきりとした味は出せません。祖父信夫の思いは7代目南ルミがしっかりと受け継ぎます。だいたい10月から、4月までの間はずっとここで蒸留をしてます。24時間ですね。夜中もしないと、もううちの機械がこれだけなので生産量が全然間に合わないので、で1時間あたり取れる量というのがかなり少なくなっているので、もうずっと動かしている状態ですね。ここでいつも夜は寝ています。で警報器があって、そこで大きい音が鳴るので絶対に目覚めないということはありえないです。美味しい焼酎を作るために、ですぐ対応ができるようになってますので、最初は薬芯ですね。薬芯から始まって、それはうちの祖父が一生懸命作っていたもので、そちらも当時なんでこんな焼酎ができるのかと言われていたみたいで、大変高い評価をいただいていたそうです。その後が、トッパイというですね、こちらが、今の会長、私の父になるんですけれども、一生懸命作っている麦焼酎で、今一番トッパイが知名度があると思うんですけど、大変親しんでいただいて私も嬉しく思ってます。麦焼酎トッパイ物語。昔国東の秋郷に年老いた母を助けてよく働く若い百姓がおりました。ある年大変な日照りのため作物ができず飲み水もなく、困り果てた若い百姓は米を盗み入り捕らえられてしまいました。この一升マスで酒を10杯飲み干すことができたら罪を許してやろう。魚影、10杯も？1杯、2杯、やっと9杯。もうダメだ、これ以上飲めない。若者よ、日頃の孝行に免じて10杯目は私が代わりに飲んで死んぜよう。わあ、神様だ。大変うまい酒じゃ、皆に褒美を与えよう。
以来、百姓たちはこの神様を十杯目の神様、すなわち十杯様と崇めるようになり、末永く幸せに暮らしました。こちらの木の屋は、屋号から名前を取っておりまして、うちのがもともと木の屋という屋号でしたので、それをそのままつけてます。でこっちの焼酎はですね、蒸留したものをそのまま寝かせて出していますので、ろ過とかそういうものをかけてなくてですね、もう本当にシンプルな作りで、一番うちの会社らしいかなという味の焼酎です。そうですね、大変嬉しく思ってます。特に目立たなくて知られていない商品でしたので、本当にでも味にはこだわって自信を持って作っていましたので、まあ、こういう賞をいただいて本当に良かったなと思ってます。焼酎の製造過程を紹介してもらいましょう。で最初はその蒸した麦に麹をつけていきます。で麹をつけて、まあ、いろんな機械でこう混ぜていったりする会社もあるんですけど、うちの会社は昔ながらずっと手を入れながらですね、まあ、時間ごとにその日の温度を見ながら、湿度を見ながら、時間おき、3時間おきですとか、麹の具合を見て手を入れて、でしっかり麹をつけていくという作業をしています。でそれを、2日間かけてしてですね、で今度はもろみという状態にしますので、それをまた水と一緒に入れてですね、今度もろみの状態寝かしていって、でそしたらだんだんふつふつふつとこう沸いてきてですね、だんだんこう少しずつアルコール成分が出てくるんですよ。で、それがまあ元になるわけなんですけれども、それをさらに蒸した麦とあと、水と加えてですね、今度大きいタンクに入れて、でそれをまた、大体2週間ですね、寝かせていきます。で大体それが普通の仕込みなんですけど、うちは麦を2日間に分けて、要は三段仕込みということをやっておりまして、なるべくこう一気に温度を上げなくて、まあ、じわじわとなるべく優しい味になるようにひと手間加えて仕込みをしてます。平成28年7代目南留美社長が就任、新たな歴史が刻まれます。そうですね、私は大体次女なので子供と継ぐ予定はなかったんですけど、まあ、小さい頃からここで生まれ育って、当然家族で作りをしているものですから、ここに来ないとみんなに会えないし、で当然なんか当たり前みたいな感じでお手伝いしたりですとか、もう蔵の中にいるのが当たり前でしたし、まあ、家に父しかいないっていう状態が結構あったので、一緒に営業に飲みについて行ったりして、でそういう時にやっぱりお客さんにあんたんとこの焼酎がいいねって言ってもらえると、やっぱり小さいながらにこう誇りというか、しっかり味を守っていかなければならないなっていうことがもう身についていて、大人になってそういう作りが私にもできるという状態にあった時に、思い入れがある私がそのしっかり継いでいった方がいいんじゃないかなと、やっぱり私がするべきなんじゃないかなと自分で判断して、で継ぐことを決意しました。今までの伝統とか文化っていうものはしっかり守っていかなきゃなと思っているんですけれども、でも時代によって変わっていくっていうのも必ず大事だと思ってて、でまあ私にできることとしたら、まず見た目を今風にその手に取っていただけるようにまずしたりですとか、まあ、トッパイの作りは変えないんですけど、それを使って今度 の梅酒ですとか、今の方がこういうのを飲んでみたいなって思う商品をプラスアルファで作っていく、ちょっとアレンジを加えて、まあ、楽しんでいただける商品ができたらいいなと思ってます。でアルコールイコールなんかこう悪みたいなイメージが今結構あると思うので、もう当然たくさん自分の許容量以上に飲んでしまえば絶対体に悪いと思うんですけど、お酒は健康にいいものですので正しい量を守ってですね、正しく飲んでいただきたいなと思ってます。
豊かな自然の中で一つ一つの作業を丁寧に、一切妥協のないこだわりの焼酎を作り続けて150年、世界が認めた大分国東の麦焼酎はこれからも多くの人々に愛されながら令和の時代に熟成を続けます。